吉忠は日本の海軍軍人。戦士による特進で最終階級は海軍少佐。三木艦になった上風特攻隊大和隊の隊長であり特攻第1号とする主張がある。1921年1月15日愛知県で生まれる。1942年9月法政大学専門部卒業。 1942年9月第11期飛行予備、学生、霞ヶ浦航空隊付け。1943年8月予備少位、徳島航空隊付け。1943年12月265、空付け。1944年7月予備中位、第201海軍航空隊付け。苦悩は、法政大学在学時から、 羽田海軍予備航空団に在籍しており、他の予備学生の航空士官と比較して、操縦技術はベテランの域に達していた。201空は零式艦上戦闘機を爆戦として運用して敵艦隊を攻撃しようと計画し、副長、玉井朝市中佐を中心として冷戦による急降下爆撃の訓練を行っていた。苦悩は飛行長の鈴木宇三郎海軍隊員の下で、 この爆戦の計画にも加わっており、9月22日には、鈴木ら零戦数機と、アメリカ軍機動部隊への攻撃も行っている。鈴木は、台湾沖航空戦中の10月13日中にも、出撃したが航空機の故障で墜落、パラシュート降下して海上に漂ったまま行方不明となっている。その、鈴木の後任として、爆戦による急降下爆撃の指揮、 指導を期待されて飛行長となったのが、海軍兵学校出身で、環状爆撃機操縦士の関幸男隊尉である。環状爆撃機操縦士で畑違いな上、寡黙であった関と学徒出身でよなれし、気作で将兵らにも人気があった苦悩は合わなかった。ようで、ほとんど会話を交わすこともなかった。そんなある日に、苦悩は、同じ予備士官の長人たち中尉と共に、 関から制裁と称して殴られている。その様子を見ていたのは、関と同じ愛媛県の出身で、数少ない関と親しかった、整備兵、長井一郎であったが、長井は、士官が歌士官や兵を制裁するのは見慣れていたものの、士官が士官を制裁しているのを見るのは、初めてだったので驚いている。長井は、実戦も経験して、操縦技術にも秀でていた、久能浦に対して、咳は、 自分は飛べないという苛立ちを募らせており、それが何かのきっかけで爆発したのでは、という感想を抱いている。1944年10月20日、第一航空艦隊は、初の神風特別攻撃隊を編成。全体の指揮官には、席が任ぜられた。苦悩は、セブ島にて、特攻隊を編成するよう指示を受けた201。 空飛行場の中島忠少佐とマバラカット基地で合流。すでに特攻に志願していた神風特別攻撃隊、山和隊の4名を含めた合計8機の冷戦に分乗して、マバラカットを立って、セブ島に向かった。飛行場に着陸した中島は搭乗員と整備士全員の集合を命じて、必中必殺の体当たり部隊、神風特別攻撃隊が編成され、 四季島隊、山和隊、朝日隊、山桜隊と命名され、自分が引き連れてきた4名は、その志願者であることを説明し、私は、セブ基地における特攻隊の編成を命じられてきた。志願する登場員は、東急氏名を書き封筒に入れて密封し、専任人登場員を通じて、私のところに届けよ、家庭の事情によって志願できない者もいることと思う。 飛行機の数は少ないので、志願できないものは正直に白紙を入れよ。私は誰にもこの内容を公表しないなどと、特攻への志願者を募った。中島は、特攻志願を募った後に、2階の作戦室検診室に入ったが、苦悩はすぐに、中島の後を追って、作戦室の扉をノックして、部屋に入るや、否や中島に、私が特攻隊から除外されることはないでしょうね。 と尋ねた。中島は、苦悩のもの静かであるが真珠に、列列たるものを秘めているという性格を知り尽くしており、必ず志願すると思っていたので、君のノール、特攻機は、ちゃんと、まばらカットから持ってきてるよと答えると、苦悩はにっこりと笑って敬礼し、作戦室を退出していった。苦悩は、法政大学在学時から、ピアノの演奏に秀いてており、志願の後、 中島と、久能は夕食を共にしたが、その際に、久能はピアノを演奏している。久能の演奏を聴いていた他の士官たちは、溢れる涙を抑えることができなかったという。久能は、大学生出身の予備士官で、平学校出身者よりは気さくに歌値官や兵士と付き合い、また、操縦技術にも優れていたため人望も厚く、久能の志願はその後の歌値官以下の特攻隊員の、 志願を後押しした10月21日朝、敵艦隊発見の報を受けて、四季島、朝日の2体が9時にまばらカット西飛行場を発信した。クルメ特造特務隊員によれば、神風特攻体四季島大隊,隊長の席が先に出撃してと聞いて、久能はなんで俺を最初に出してくれないんだと不平を言っていたという。10月21日午後、セブ島にも、 敵機動部隊発見の報告があり、中島は即大和隊に出撃を命令。整備員からは今までの経験則から40分で出撃準備が完了するとの報告があった。中島はその報告を聞くと出撃するクノーラと航空図を見ながら打ち合わせを行っていたが、この日は整備士が迅速な作業をしたので、わずか10分で出撃準備が完了してしまった。 中島は滑走路に爆走した冷戦が整列している。状況は危険と慌てたが、打ち合わせや注意事項の言い,い渡しが終わっていなかったので、はしょって、これを完了させ、いざ出撃と、クノーラが機体に乗り込もうとした矢先、アメリカ軍の艦載機が来襲してきた。201空は、先日も、 ダバオゴ法事件の際に、同じセブ島で地上で、多数の冷戦を撃破されるという失態を演じていたが、約1ヶ月後も、同様の失敗をして、地上に並べていた6機の冷戦が撃破された。幸いにも搭載していた爆弾が誘爆することはなく、特攻隊員に死傷者が出なかったので、中島は直ちに予備機による出撃を命じ、2機の爆走、冷戦と1機の護衛が準備された。 爆走冷戦に登場するのは、苦悩と大坪和夫一悲壮と決まった。出撃前、苦悩は中島に、私は戦火を新聞やラジオで発表してもらうのが目当てで、突入するのではありません。日本軍人として、天皇のため、国家のため、この体がお役に立てば本望であります。今は飛行機が足らない時です。わざわざ時期延期をつけるのは、もったいない話です。 どうか特攻機だけでやらせてくださいと直談判した。中島が護衛戦闘機は新聞やラジオが目的ではなく作戦資料として実態を把握したいだけと解くと次に苦悩は冷戦の基準を外してください。突入するのに機銃は不要です。外せばそれだけ軽くなりスピードも出ます。25番を抱くと後続距離も短くなるから 機銃は外した方が良いでしょうと申し出し、それに中島が突入するまでは敵戦闘機に発見されたら空戦で切り抜けねばならないから機銃は外せないと説くなど出撃直前まで押し問答をしている。出撃の時間となると苦悩は諦めて敵の空母が見つからぬ時は私は0手湾に突入します。 レーテに行けば、獲物に困ることはないでしょうと言い残し、16時25分に二機編隊で一機の護衛機を連れて出撃した。途中で攻撃隊は天候に阻まれて、特攻の大坪機と護衛機は、セブ島に帰還したが、隊長の苦悩は帰還せず行方不明となった。突入との打電もなかったが、出撃前に中島にレーテに向かうと誓っていたので、 そのまま、レーテワンに向かったとみなし、中島は、本人の特攻に対する熱意と正常より判断し、不良なる天候を犯しよく敵を求め、体当たり攻撃を決行せるものと、推定と報告した。この、苦悩の未期間をもって、特攻第1号は席ではなく、苦悩吉忠を未確認ながら第1号とする主張も、戦後現れた。第1航空艦隊航空参謀。 吉岡忠和中佐によれば、苦悩の出撃は、天候が悪く到達できず、山か海に落ちたと想像するしかなかった。編成の際に指揮官として、席を指名した時から、席が1号で、順番がどうであれそれに変わりはないと見るべきという。軍令部部員、奥宮正岳によれば、苦悩未期間の発表が遅れたのは、生きていた場合のことを考えた、連合艦隊航空参謀。 ふちたみつ大佐の慎重な処置ではないかという。また、苦悩が予備学生であったことから、予備学生軽視、開閉学校重視の処置とではないかとする意見に対し、当時は目標が空母で、機関機もあり、空母も見ていない、米側も被害がないので一号とは言えなかった。10月27日に目標が拡大したことで、長官が加えたと話している。 同盟通信の報道範囲、小野田政によれば、201空腹町、玉井朝市中佐から苦悩が、新聞に書かれないことがかわいそうだから書いてくれと、頼まれたという。玉井は、人情家で、戦火がはっきりしないからという理由で、苦悩が報道されないこと気にしていたという。この日の連合軍の損害は、オーストラリア海軍の従順洋艦、オーストラリアが特攻により損傷し、 オーストラリアはこの特攻で、エミールで車入艦長とジョン・レーミンと副艦を含む30名が戦死するなど大きな損害を受けたが、これを苦悩の戦果という意見もある。しかし、オーストラリアが特攻を受けたのは早朝6時5分とされており、苦悩の出撃時間より10時間も前で時間が前後する上、オーストラリアに突入したのは陸軍航空隊第4航空軍令下の 第6飛行団の特攻隊ではない通常攻撃隊の99式襲撃機が飛弾後に体当たりをしてあげた戦果とされている。なお陸軍初の特攻隊となるバンダ隊と富岳隊はこの時点では未だ内地にいてフィリピンへ進出準備中であった。1944年11月13日、久能は特攻戦士として全軍復刻され、 少佐に2階級特進した。森四郎二千三ビット、電子版、一ナンバーワン百十一小野田製 1971P20 小野田製1 9 7 1 p 十二森四郎二千三ビット、電子版、一ナンバーワン二十二チョコ中島百五十一電子版、一ナンバー七十四 豊田城城 1980? 電子版 1N170 チョコ中島 1951? 電子版1 n ン0 0 7チョコ中島 1951? 電子版 1N1017?、No. 森志郎2003ビット電子版 1N2310、no. 個王の薫神風特別攻撃隊ゼロ号の男追跡ドキュメント消された戦士最初の特攻が 生死から抹殺された謎を、山うさん経営出版1980年68ページ、チョコ中島1951、電子版1、no.、1ナンバ104とみなが安野部1972、P43、豊田城1980、電子版、1ナ、no. ン231、豊田城 1980? 電子版、1ナンバー240戦士総書 561972P116O の香る、神風特別攻撃隊0号の男追跡ドキュメント消された戦士、最初の特攻が戦士から抹殺された謎を追う7174ページをタ情報、特攻107ページ、千葉山正隆ほか、 日本海軍の講材5人の左官が語る歴史の教訓281から282ページ、王の薫、神風特別攻撃隊、ゼロ号の男追跡ドキュメント消された、戦士、最初の特攻が、生死、から抹殺された謎を、王三3、K、出版1980年62ページ、キャプテン、エミール・フランク・ベルレーヌ・ディチェニョ。2019年10月23日閲覧。 ジョン・フランシス・レーメント。2019年10月23日閲覧。木又茂郎2013、P265、押尾和彦2005、P10 200、金子と夫。神風特攻の記録密一社 NF 文庫92ページ、神風特別攻撃隊戦闘概要、防衛研究所戦支室資料。ありがとうございます。